月様よ。あんたがこの学校で一番偉いんだって。だったら聞きたいことがある。貴様、なんて無礼な。でっかいハサミ。半分。うひょー、大きなハサミだ。そうだ、こいつはでっけえハサミの半分だ。私はこのもう片方を持ってるやつを探してる。会長、あんた今こいつを見て驚いたな。見覚えがあるんじゃないか、この肩立ちバサミを。なったらどうした。その口ぶり、てめえが肩立ちバサミの女だろ。ボクシング部部長、袋田隆治。この無礼者の始末、お任せください。任せる。てめえら、どきやがれ。そのグローブ手使う。貴様、極制服も知らんのか。ああ、服なんか着てねえじゃねえか。ボクサーにとっての制服、それはこのグローブにトランクス、その他。サスキ様が俺にくださった運動強化型二つ星極制服だ。普通のグローブでも極制服の力を極めれば鋼鉄の強さを待つ。なんだか知らねえが、鋼鉄製なら峰打ちの必要はねえな。値打ちだぞ。世界を変える左様、エンド左ハンク、フランのミリオンバコーチは面白いかと思ったが、そのハサミの使い方も知らぬ愚か者か。つまらん。待てよ、やっぱなんか知ってやがんな。やかましい。サツキ様に直接口を聞くなんて100万年早い。そのハサミを没収しろ。はっ。やめろ。絶対にな。